しすなんかです今回は武器のダメージのこの判定がどれぐらい変わるのかということを検証していきたいと思いますまずは検証バルバルですねデフォルトのバルをレンジでちょっと打ってみたいと思いますこれはあの距離に応じてなんですけどねあのほとんどオンラインと変わりませんので同打ちいきますよ1234本で4回1234 でこっちも1234でこれがそれぞれ4ですねこのバルをダメージに下げたこのバル27223というモデルやってみましょうどれくらい変わるのかはいもう一回12345はいここ12345はい12345といった感じでねこんな感じで 距離によってこう変わるんですねで次、えー、とバルじゃなくて AK の方ノーマル AK で行ってみたいと思いますはいこれ1234ちょっと <laughs> 1234あーちょっとこれレート早いな12344回ですねに対してえっ、ー、とですね1上がったこの AK リップ使っていきたいと思います 123412341234で変わらないんですねダメージ表記が1位上がるぐらいじゃそんなに変更はないかなといった感じですで、次は ARX 使っていきたいと思いますノーマルの ARX さあどうでしょうかワントリガーツートリガーワントリガーツートリガー 1>, 1トリガー、2トリガーといった感じですね。で、今度はダメージ2プラの ARX やっていきたいと思います。1トリガー、1トリガー、1トリガーといった感じでね、僕のこの持ってる武器で、あと最後にこのレールガンの RW1 ですか。これ使ってみたいと思いますけど、これやってみますよ。1回。 はい、2回、こっちも、はい、1回、2回、はい、1回、で、2回と。で、これのダメージ2プラを使っていきたいと思います。おい、おいおいおいちょっと待ってね。よし。はい、今回、次は、はい、いっぱいいっぱいじゃねえ、1発、はい、1発、1発といった感じで、見てわかるように、 ダメージ2プラで初めてね効果がはっきり分かるようになってくるのが分かったと思うんですけどもう他にもねあのダメージ2プラそんな持ってないんでえっとねあとあったのはアメリかなアメリのダメージ2プラちょっと待ってねこれがノーマルアメリ使いますよ1 2 3 1234で4発だったところがダメージ2プラメリだと123123123という感じでだいぶ変わるんですね皆さんダメージ表記ってどこから変わるかあんまりねあのー、詳しく分かって 思ってる方は少ないと思いますけどこんな感じですよ本当、ダメージ表記っていうのは2プラから始めてはっきり強い弱いが分かれてくるんですね1プラだとそこまであの距離をかなり置かないとあのー、はっきりした効果は得られませんでしたねこの AK とかあとは HBARS3 とかやってみますかこれはですね、うんうん、でしょ あちょっと待ってくださいね1234発この距離だと3発なんですよでもここだと4発っていう感じのこのレンジがどう変わるかこれダメージ1プラのあの HBRSE ですね123でここ4発 というか感じでダメージ1プラからはそんなにはっきりね変化は現れません HBRS3 なんてあそこを、ね、3発レンジと4発レンジがこうねやっぱ変わってるのにもかかわらずダメージ1プラでもそういう風な変化はあまり見られなかったのでこういうダメージ表記のプラスマイナスっていうのははっきり出るのが2からですね 皆さんドロップボックスでね、今回武器が出るようになって、ドロップボックス系じゃないかって思ってる方いましたよね。そうですよ。<laughs> ダメージ2プラの武器が今回、あの、コールオブデューティーアドバンスオーヤで最,最強というよりかは、はっきり変わってくる。その武器の中で最強となってくるので、おそらくバルのダメージ2プラが、 強いいのではないかあとはそうですねアタッチメントがデフォルトで付いてるものうんそれもこれとか僕グレラン付いてたりするんですけどまあそれもなかなかね強いっちゃ強いんですけどものによっちゃはねやっぱりそのアタッチメントがあるおかげでこう次の2つアタッチメントって普通つける時にやっぱり1つ邪魔になったりね結局余計なアタッチメントを付けるとマイナス12にはなるんですけれどもまあちょっとね プラス、プラスかなどうなんだろう一つサブウェポン持てるとかそういう一つのところ割り当てが増えるだけなんでね。実質、双方までダメージよりかは良くないんで、とりあえず今回はこの辺で、まあ、終わりたいと思います。結論として、ダメージにプラの武器は強いということでした。それでは次回もかかってこーい。